それでは前回カツ丼をただ食べるというのがありましたけど、なんかあの動画を見て次はカレーでお願いしますみたいなコメントがあったので、単純にカレーです。わ、量多いな、量多いな。これ何、パスタ、パスタココ、ちなみにこれメンチカレー頼んだんだよね。いつも頼むときだって一番メインにあるやつを頼むからさ。やばい、サングラスかけてるせいか取れねえみたいな、取れねえみたいな感じ。ポークカレー牛メンチカツです。お早めにお召し上がりください。早く食えってことだよね。一応なんかカメラ回ってたと、ちょっとやっとこう。カレーが、あー、カレーが、あー、テイクアウトですね、テイクアウト。よし、わー、結構なボリュームだな。ソースかけなくてもいいよ。いただこう。わ、カツでけえ。スプーンはこうやって切る派ですか、それともこうやってやる派ですか。どっちでもいいです。結局ぐちゃぐちゃだ。どっちが正面だろう。すごいな、カツの分量が。別に食リポの動画じゃなくて、ただ食べてるだけの動画だから別にないよ、何にもないですよ、何にも、うん、うん、あ、びっくりした。何がっちゅう話だよね。よっしゃ、あっという間だね。カレーの方はちょっと違うんだよね。いきなりかけたりはしないよね。
けるタイミングがあるかけるタイミングがあるよね。うん、美味しい。重なり方がな、俺重なってない方が好きだな。あえて重ねない、あえて重ねない。うん、辛くない。スプーンについたカレーでご飯を食べる。うまいってここで思う。この上についてるからちゃんと取りたいんだよね、こういうとこ、こういうとこをきれいに取りたいんだよな。別にただ食べてるだけですからないですよ、別に DJ 風にとかないですよ、何にもないですよ。ただおいしいね。これ一個食べてからかけようかなと思ったんだけど、中途半端にかけよう。別にそんなないよ、ないよ、別に一個食べてからいいことが。そんなテーブルきれいにしてるか、テーブルのご飯もうんとやってもいいんだけど、ね、もう家でそれはすごく言われるからやらないな。メンチカツだからね、家でマナーとかって言われる。テーブルの上に落ちたりなんかしたりしたやつは食べないように、下に落ちたやつも食べないようにっていう。今季節ですごくあの毎食トウモロコシが必ず出てくる。そうそう、トウモロコシ結構ポツポツっと落ちやすいじゃん。それで落ちたやつ食べないようにっていうのは言われる。あと言われるのはこうやってなんかつくじゃん、ついたやつを椅子で拭かないで、ソファで拭かないで。俺ね、こういう性格だよね、俺は。この必ず前もやんなかったから結構片っぽをきれいに食べてるっていう感じで食べるかな。でもここにちょっとカレーがついてるだけでいろんなところにカレーがつくって不思議だよね、こういうことって。そういうことなんだろうね、ちょっとあるだけでいろんなところについてってしまうっていう、こういうことだよね。
飲んだ後にここを拭くという、手で拭くという、これがいいのかどうか分かんないけど、これ自分用だからな。あんまりね、俺ちょい足しってそんなにしないタイプなんだよね。さあ、放ったことこれをこれで食べますか、それとも全部剥がしますか。では、剥がして一回これはここにつける、もし使うんだったらって感じで、これだけをデザート感覚でビュルレ、ビュルレか。おお、おいしい。これどうやって食べなさいって、スタッフ募集してるんだ。やっぱりこうさ、最初からかけるか。まだかかってないんだよカレーが、まともに。この綺麗な感じを保ちたい。半分に分けよう。そもそもカツカレーってこれさ、スプーンかな、フォーク、フォークだけどな。いや、本当に美味しい。最初からかけてた方がいいね結局、最初からかけた方がいいね。あのフォークだよね。なんでかっていうと、俺前喫茶店でバイトしてたことがあって、その時にカツカレーの時はフォークを出してた。伊達さんはカツ丼以外にやってるのかな。ソースカツ丼はなんかそれを、ね、天丼そうか、カツ丼行ってたのか、さすがなそれが本当の天丼だお笑いでいう天丼だ。さすがだな、そこさすが伊達さん。俺は天丼ができなかった、カツカレーに行っちゃった。でもこれはなんかコメントでカレー食べてくださいみたいな、食べたとこ何にもないですよ皆さん。今の時点で別にないですよ。別に DJ 風にイエーイとかカモンとかやんないですよ、ですね、食べてるから。食べてるとこカットしないでみたいなコメントもありました。なんで、なんで、世間話もないですよ別に、本当にないです。ただこれ、このタルタルソース、これタレタレソースって人いるよね別におかしくないよな、タレタレソースって人いるよね。ここにねカレーがつくのね、だから舐めてここにカレーの色がつくの嫌なんですよ。これテレビだったら、うわーうまっ、うわ何これ、このタルタルソースの味がカレーをすっげー引き立てるし、このなんかあのメンチカツのお肉がジュワーってカレーとの相乗効果を生み出すんですよ。いやこれもううまいバルサーズってやりますでも今ないです、今はそういうのないです、今ないです、 YouTube ですからないです、それはテレビだったら今見たいんじゃないですか。後半まで 見ないと今の感じのは多分ね、なんだただ食ってるだけかって言ったの見終わっちゃった人は今がないです、後半はあります、ね。
あ、ただ今思ったんだけど、食リポみたいにして食べてると味があんまり分かんないかもしんない。分かって俺言ってるかな、何言おうとか。そっちになっちゃうね。もううまいバレバンダンスやった時には口の中の味忘れてるもんだって。そうなのかな、それ違うのかな。まあ、ここ風が手で拭ってしまう。やんない、やんない。でも皆さんやんないですか。飲んだ後口に何かついてて、飲んだ後こうちょっと拭ってから閉めるってことしないですか。女性がね、口紅を拭くみたいな見たことあります。ボトルでもやるかな。おい、手でじゃあこの手はどうするんだって。あ、それをなんか家でも言われるんでね。こうやって、あ、でもそういうことで考えてると、え、じゃあ何、じゃあ、例えば、カレーっていい例がいっぱいありますね。食べるじゃん。当然口についた。ついた時点で、拭いて、飲めばいいの。で、これもこうやって拭く。常にティッシュで食事する。どうかな。うん、おいしいですね、ここ。おいしいですね、ここって言ったらこれココイチ。ココイチだから、ここ。ああ、ちょっと鼻水も吹いちゃう。カレー食べると鼻水が出るっていう。ああ、ということで、あ、ソースは使わないけど、ソースは使わなくていいかなって思って、あとでもう飲んじゃいますみたいな。でね、え、これカレーどこかけたのっていう、いつも必ず俺カレーは余ります。余ります。こうやって傾けても底が見えないぐらいに余ってしまいます。という感じですよ。皆さんのこれリクエスト動画ですからね。リクエスト動画ですから。あ、それだったら私使うって人いたらどうぞ。ということで、今日はココイチの手仕込み牛メンチカツカレープラスバジルタルタルソーステイクアウトでいただきました。だけですよ。また何か食べてるとこが、食べてるだけでいいから、こんなの食べてみてっていうのがあったら言ってください。嫌いなものはないです。もう皆さんあっての YouTube なんで、チャレンジさせていただきます。ありがとうございます。ごちそうさま。